であの今日なんですけど、まあ、あの前回と同じように、えっとえー、本書の一部を、えっと、朗読しするのとあと、えー、前回の、えー、スペースから今日までの哲学の門前関連のニュースやお知らせをしてで、えっと、今後の、えー、展開とか、えっと ご案内なんかもすると。そんな感じで、できれば1時間以内に、あの22時から YouTube チャンネルの哲学の劇場の収録、まあ、今回、今週もありますので、できれば、えー、22時までには終わりたいと思います。まあ、それまであの皆さん、ラジオ感覚で聞いていただいて、ただ、これはあのスペース、クラブハウス同時配信なんですけど、まあ、ラジオと違うのは、あの直接、 えっと、お話をしていただくこともできるということであのもしよかったら手を挙げてみてくださいえっと泉さん今日ちょっと寒いですね東京はい寒いですね大丈夫でしたかうん僕は実は今日ずっと家にいたのであ在宅勤務 <laughs> そうなんです今日はお,<う><え>お疲れ様でしたああいえいえなんかでも寒いですね今日は寒いですねうん えっと、じゃあね、まず、あれですね、あの、はい、早めに朗読してしまいますかね。<ー>はい。あ、それで、あの、えー、っと、はい、聞いてくださってる皆様、あの、ツイッタースペースの、あの、右下に、えっと、会話のアイコンがあると思うんですけど、あの、それをタップしていただくと、あの、えー、このスペースに対するリプライが、 表示されますで、今試しに私は、あの哲学の門前の、えー、Amazon リンクをあのツイートしてあるんですけど、あのもし何かあのコメントとか、あの声出せない人、ご質問とか、えー、挨拶とか、苦情とかあったら、あのここにあのお願いします。私も、まあ、あの余裕があればあの見ておきますので、えー、よろしくお願いします。というわけで、はい、えっと、 じゃああのせっかくねあの開始から来ていただいている人がいるのでなんか、えー、朗読しますかね何しましょうかねうんえー、っとちょっと考えたんですけどええー、えっと一つがえ珍しい話ということで 私がヤフーで働いてた頃のストックオプションの箇所っていうのが一つ候補としてあります。<laughs> はい、でもう一つがえ<っ>あの先前回山本君山本孝光君の話をしたので、うん、その,あの「友達」っていう章の一番最後、うん、あの古代ギリシャの,あのギリシャ哲学とドゥルーズ語りの議論と「友達」っていうのを。 に,について、えっと、話した箇所はいどっちにしようかなと思ってるんですけど、うん、えっと泉さんはどっちがいいと思いますかお <laughs> ストックあのそうですねストックオプションの話ちょっとあのすごい話なのでわかりました<の>じゃあいいかなと思います、はい じゃあちょっとストックオプションの話しますかね。はい。はい。ちょっと待ってくださいね。えー、はい。えー、っと、ではまず、えー、まあ、文章をね、読むのが、あの、難しいっていう方や、あと、あの、哲学の門前を、まだお読みになってなくて、あのご購入もされてなくて、うん、あの、どういう本なのかなっていう方のために、ちょっと中身を、あの、読んでみます。で、はい、あの、 右下の会話のアイコンのところに、えー、ツイートした Amazon リンクには、あの、電子書籍版はですね、キノッピーもキンドルも、えっと、第一章まるまる読めるようになってるんですけど、あの、今日読み上げるところは、えー、試し読みのところに入ってないので、えっと、まあ、あの、本章をあのお持ちでない方、まあ、まあ、まあ 少し2円分ぐらい解くっていうことなんですかね。<laughs> はい。じゃあちょっと、えー、っとですね、今日は、じゃあ、第5章仕事から、えー、ちょっと一説を、えー、読み上げてみます。では、はい、始めます。お願いします。あ、素人のね、朗読なので、あの、聞き苦しいと思いますが、あの、その点は、まあ、ご容赦ください。よろしくお願いします。はい。え、第5章仕事より、Yahoo に転職してから、 お金がある、生活できるってこういうことかという気分を生まれて初めて味わったもちろん大した給料をもらっていたわけではない月給の手取りが10万円台後半から 20, 万20数万円へと数万円分増えただけなのだがこれが存外に大きかったこの数万円で心持ちがだいぶ変わった借金を抱えている世界というのはいつもどんよりしている。 どんな時でもそのことが頭の片隅にあって何事も頃からは楽しめない世界全体を不安と焦燥のもやがうっすらと覆っているような感じだそれが消えてなくなっただけでにわかに周囲に光が満ち木々がそよぎ鳥が歌い花が香る,ようにの香るようになった少なくとも私の場合は借金といっても 事業に失敗して数億円の負債を抱え込んだとか、闇金から何百万円も借りていたというわけではない、高々かか十数万円である。国書時代は、月に2、3万円ずつ増えていく預金残高のマイナス、自動借り入れ額を年2回のボーナス、十数万円で返済するということを繰り返していた。倹約家ならば、その程度のマイナスなど容易に避けられただろう。 しかしだらしない性格の私にはそれが難しかったのである数ヶ月分という高額ボーナスもヤフーで初めてもらった最初のボーナスではこれまで欲しかったけど買えなかった本を存分に買うぞと決めていたそして支給日の日早めの昼休みを取って神保町の古書店街に降り立ちあらかじめ目をつけておいたプラトン全集とアリストテレス全集の古書をセットで購入し 事前にファックスで注文しておいた学術書を30冊ほど受け取り両手いっぱいの荷物をタクシーに詰め込んで会社に戻ったのであるお金のことではもう一つ自分でも驚くような体験をしたストックオプションであるヤフーでもこの制度が採用され私もその対象者だ,だったのだがこれが想像を絶する事態となった ストックオプションとは、株式会社の社員や役員が、自社株をあらかじめ定められた価格、権利行使価格で取得できる権利を言う。対象者の仕事に対するモチベーションを高め、会社の成長を促進させることを目的とした制度である。なぜモチベーションが高まるのか。株価が上がれば上がるほど、対象者の得になる。しかも基本的に損することがない。からだ。 例えば、権利行使価格100円のストップオクションが1株分対象者に付与されたとする。この会社の株価が権利行使価格を上回り200円になったときに対象者が権利を行使すれば、200円の自社株を100円で取得することができる。その株をそのまま市場で売り払えば、実際の株価と権利行使価格の差分、200円マイナス100円イコール100円。 が対象者の利益になるという寸法だ。ここでは実際の株価が権利行使価格を下回り50円になってしまった場合はどうかその場合は権利を行使しなければよいわざわざ50円の株を100円で取得することはないこのように会社はストックオプションという人参を社員や役員の目の前にぶら下がることで 彼らをたくさん働かせようとするわけである。というようなことを、私はヤフーでストックオプションの対象者になって初めて知ったのだが、お金や経済に関して無知だったこともあって、当初は何の期待もしていなかった。うまくいけばハーレー・ダビッドソンぐらい変えちゃったりして、というくらいの可愛いいものだった。しかし、結果は桁違いだった。折から到来した。 IT バブルの波に押し上げられてヤフー株がとんでもない額になったのである2000年2月22日ヤフー株は日本株史上最高値の1億6790万円を記録した私は権利行使価格5万円のストックオプションを11株分の持っていたので 18億円を超える額のヤフー株をわずか55万円で取得できる権利があったということになるしかし麹馬王し、こんなふうにあけすけに話ができるのも私が適切な時期に権利を行使することができなかったからつまり実際には億万長者になり損ねたからに他ならないヤフー株の常識離れの高騰が連日のニュースをにぎわせている間 私はただそれを手をこまねいて眺めているだけだった日々の仕事が忙しかったこともあったしお金や手続きについてよく理解していなかったこともあったそして何より現実感がなかった自分が日々勤しんでいる労働と何の関係もないようでどうしても自分のことと思えなかったのであるヤフーファイナンスのポートフォリオ機能に自分の持ち株 権利行使をしていなかったので潜在的な持ち株に過ぎないが、を入力しておくと、自分の潜在的資産が日々ほぼリアルタイムで表示される。当初数百万円だったそれはいつの間にか数千万円に、数億円に、十数億円になっていた。何しろ、朝の修行前にチェックした潜在的資産が、夕方には千万単位で増減しているのである。 金額が増えるほど現実感が遠のいていくという事態は、なんとなく想像できるのではないかと思う。田舎の両親、特に母親は、早くお金にして将来に備えなさいと電話越しに何度も言ってきたが、なんだか面倒臭くて放っておいてしまった。私が行動を起こしたのは、IT バブルがあっけなく崩壊し、このままでは株券が紙くず同然になりかねないという危機感が生まれてからだった。 そこで権利を行使して株を売り払い、妻と二人で暮らすための小さな家を建てた。バブルが崩壊してもなお、宝くじの前後賞くらいの価値は残っていたのである。文字通り宝くじに当たったようなもので、その行幸にはどれだけ感謝してもしきれない。しかし、このような出来事を経験した当人の心中は複雑である。人間の欲には限りがないとか。 一度夢を見せられた人間はその夢から覚めるのが難しいとかいろいろな言い方ができると思うのだが金銭感覚をめちゃくちゃに揺さぶられて以降日々の労働によって乗り口をしのぐというそれまで当たり前にしてきたことが非常に困難なものと感じられるようになったお酒が失礼お金が底をついた以上日銭を稼いでいくしかないのに高額宝くじの当選者や 体験を稼いだアスリートの多くが破産するという話を聞いたことがあるが、その事情、私には少しわかる気がする。IT バブルの最中は気が大きくなって、自営業で宿泊していた両親も、シングルマザーになって苦労していた妹も、みんなまとめて面倒を見てやろうくらいに思っていたのだが、それもできなくなった。もちろん、私が資産と不労所得で、 悠々自適の生活を送るという可能性もついえ去った。という具合に、私の眼前には今でも夢の跡地が広がっている。結果として、家とハーレー・ダビッドソンが残ったことは確かであり、贅沢を言うなとお叱りを受けるかもしれない。しかし、この無情感とともに生活をしていくこともまた、それなりに難しいものだということは申し上げておきたい。 はい、以上です。ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。まあ、今日はちょっと、あの、適切な長さだったかもしれないですね。ああ、そうですね。はい、あ、えー、ちょっと待ってくださいね。はい。なんか、手を挙げてくださった方がいたけど。ああ,あ。すいません、消えちゃった。間違ってあげただけかもしれないですね。<laughs> はい、もし、あの、間違いじゃないとしたら、もう一回あげてくださいね。 はい、はい、ありがとうございましたはいしかしすごい話でしたねこれもうん、ね、<laughs> これはあのあんまりねいろんな人が経験できるあのものではないので、うん、あ吉川さんもこれはかなりの出来事のうちの 一つですけど残念としか言いようがないですねうん <laughs> ねえ残念というかでもやっぱりこれはかなりその金銭感覚というかすごい経験ですよねどうどうなんのかもうちょっと想像できないですけどねこうなんだったら、うん、結構しんどいですねうんうーん,うーんそうですねまあねしょうがないですねはい <laughs> 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 うん、まあでも今はねそうやってあのこの笑ってまあここにも書いてここまでね結構細かく書いて、えー、やってくれるからある程度そのまああのもう折り合いがついた感じはありますけど、まあ、まあ時間がたって折り合いが少しついた <laughs> あのなんかそのまあなんていうかねいわゆる資本主義 のこのシステムが成熟してきて、あの、まあ、成熟してなくてもでしょうけど、あの、IT バブルとか、あと今だったら AI とか、うん、あと YouTube 系のものとか、メタバース系のものとかあの、日々ね、あの、あんまり、あの、詳しくは話す、話してくれる人はいないかもしれないけど、ね、毎年、そういう人が生まれてるんで、あのあのまあ、そういう話を。 たま私の場合もう完全に終わった話なんで、うんうん、うまくいかなかった話なんでまあいいかなと思ってしてみたっていう <laughs> そうですよね、うん、まあなんかでもちょっとねめちゃくちゃな話話とていうかまあねめちゃくちゃな仕組みだけどこういう風になったよってのも怖いですよね、うん、だから別にその起業家にならなくてもそうなるってことですよねうん、うん まあだからいろいろただね私はそういうわけで全く意識が低かったのでこういうふうになっちゃったんですけど後で聞くとね初めからそういうことを当然でしょうけど初めから株式上場そしてストップオプクションストックオプション取得そして投資ということを青写真に描いて。 あ、人も当然いましたね。うん、すごいですね。<ー>はい。そうですね。はい、ね。<laughs> うん。うん。<laughs> まあ、ね、ヤフーの、そういうのは。ましたけど、まあ、他のね、会社でもいろんなところで。まあ。あのストックオプション、あ、ストックオプションありとか。そういうような感じで、まあ、社員を集める。会社。ね、うん、いるでしょうから。ただね、ヤフーの場合、特別だったのは。 あの新規あの当時の法律、多分今もう違うと思うんですけど、ええ、あの新規事業法におけるストックオプションってやつで、ええ、あの権利公使価格の値付けが、ええ、その全くその業種自体が、業界自体がまだな存在しないという状況における値付けなので、普通のストックオプションと違ってて、普通のストックオプションって、ええ あの多くの場合あの、現行の株価を基準に、あの権利行使価格を決めるらしいんですけど、全然違う、<え>まあ、それもあって破格なことになった。うん 1>, あの1億円の株をあの、えっと5万円で買えるっていう、うん、うんそういうことになったみたいですね。だから、えっと、何年も経ってから入社した人にかもらったストックオプションは、当時の,かあの、実際の 株価を基準に権利行使価格が決められていたので、私の,の場合ほど極端ではなかったとっいう、うん、ある種常識的な線に <laughs> 落ち着いてたみたいですね。うんえー、とはいえあの、新規事業法の対象じゃなくても、あの超成長企業とかでは同じことが、まあ、起きるでしょうね。うんうん 何で,でしたっけななんだっけえー、っとあ、ごめんなさい、忘れちゃった、YouTuber だ,だか VTuber だかをあれしてる会社が、時価総額が一気に、なんか大企業並みにな,なったとかならないとかってニュースもありましたから、うんうん、そうしたら、そこの社員の方々はそういうことになってるでしょうね。そ、うん、そうでですねあのその辺は非常に遠いので <laughs> いや私もいまだに疎いですもう <laughs> 一瞬だけ自分事になったけどすぐに自分事じゃなくなってしまったので<あー> <laughs> もう勉強するその理由もないっていうまあでもねちょっとねなかなかあのちょっと怖いなっていう感じがしますよねいろんなそこにはいろんなものがう,うごめくでしょうからねそうですねうごめいてました本当にうんまあその辺のこととかもいろいろあの哲学の門前には<え>なぜか、うん そんなタイトルの本ですが、そういうことも書いてありますので <laughs>、あの、あのよかったら、あの、リンクから辿って、あの、見てみてください。そうですね。はい、こんなこと書いてあるんだっていう感じですよね。うん、よく考えると。あの、変なこと、変なことたくさん書いてあるんで、よかったらね、はい。あの、興味本位でエンターテインメントとして読んでいただけたらなと思います。はい。はい。じゃあね、ちょっと、あの、えっ、ー、と、ニュース。 はい、はい。関連ニュースをちょっとお,たあのお伝えします。えっと、はい、前回の放送で、え,えっと、文化の日になんと朝日新聞折々の言葉に登場するらしいという予告をしたんですが、無事に登場しました。そうでした。はい。ありがとうございます。えっとね、えー、今リンクを皆さん見られるように、えー、っと、えー、送りますけども、えー、っと、 朝,朝日新聞の一面に、鷲田清和さんが連載されている名物コーナー、折々の言葉のですね、11月3日号に、哲学の門前からの一節が紹介されたと。で、あの、これ、えっと、ちょっと意外な箇所が <laughs>、あの紹介されましたね。私はちょっとびっくりしました。 泉さんいかええー、まあでもあのまあトピックとしてはまああのー、昨今の,あの世の、まあ、世情でも取り沙汰されるので、うんえー、いいところだなと私は思いましたけどね。うんうん、まあ確かに、うん そうですね。はい。うんうん、で、あの、友達に聞いてみたところ、よ<え>りよりの言葉マニアに聞いてみたところ、<laughs> あの、わ、はい、田明き先生は、うん、結構ね、そうやって本の、ここがメインのテーマだっていうのとは常にこうちょっと外して、っていうすごい黒トっぽい、<ー>その、言葉の選び方をするそうです。<laughs> もう、これ毎日やってるわけだからもう、ちょっとプロですね。その辺ね。<laughs> <laughs> そうですね。うん この回でも2546回目ですもんね。すごいですね。うん。うんその折々の言葉にニアっていうのもねどう、どういう、まあ出版業界の方かもしれないですけど。うん、<laughs> まあでもそういう見方はあるのかもしれない。そうですね。はい、うん。あとね、大きなニュースとしては、<え>はい。えっと、また、えっと、リンクお送りし、お送りしますけど、 はい、えっとバンドセロのボーカリストの高木翔平さんが「図書、はいえー、新聞」の一面で「哲学の門前」の書評を書いてくれました。はい、これもちょっと,、えー、っと大ニュースで。あのえー、まあセロをあの結構若い人はご存知だと思うんですけど。うーん ツイッターでもね、いろいろ、あの、活躍されてる方ですけど。ああ<ー>。で、しかもですね、<え>今、あの、会話チャット欄にお送りしたリンクから辿っていきますと、あの、図書新聞って、あの、毎週一面だけは試し読み、立ち読みできるんですよね。うん。うんで 高木さんの書評が一面なのでまるまる読めちゃいます。そうですねというわけであのよかったらあのご覧ください。あの非常にあ,のありがたい、えっと、なんていうんですかねいい文章す、うん。すごいいい書評でおこがれしかったです。ありがとうございます。さすが高木翔平さんだっていう感じですね。うん、あそう私もあの まあ、恥ずかしながらというか失礼な話っていうほどではないおか、うん、おしらセロっていうバンドとか、ちょっとどっかで聞いたことあるかもっていうぐらいしか知らなかったんですけど、うん、吉川さんはご存知だったんですかうん、もちろん、あの、知ってました。ただが、<の>そんなにあのう、あの、失礼ながら、熱心に聞いたわけじゃなくて、私の、その、音楽の、あの、更新は、 うん、1995年で止まってるんで。ああ<ー>、うん。カトコバーンで止まってるんで。<laughs> 彼が死んで。<laughs> 別に、彼が死んだから音楽聴くのやめたわけじゃないんだけど。だいたいその後で止まってる。ああ。まあでもそういうことはよくある話です、うん。はい。そう。だからね、私も、それで、えー、どんなバンドだろうとかね。サマーソウル聞きました <laughs> そう。うん そ,れをね、そうそう、サマーソウルを聴いたんですよ。これがいいですよね。いいですね。ちょっとじゃあ、うん、サマーソウルの YouTube の URL も今、皆さんにお送りします。よかったらいてください。ああ、ぜひぜひ。これね、この番、あの、YouTube のそのオフィシャルミュージックビデオだからね。うん、そ,うそうです、そうです。あの、ほかに、このね、PV もすごくよくて、うん、あのー、 まあ個人的な話というかまあ趣味ですけどこれ出てくる車ってラシーンっていう車ーんですねはいはい懐かしのラシーンはい僕ねラシーン大好きであそうですかもちろん車持ってもないんですけど俺が買うならラシーンだなってずっと思ってたんですけどでももうなくなっちゃったんですよね多分ないと思いますねうんでも今でもたまに街でありますね街でねあの背の低いそうそうそう ここでもね、そのすごいいいあの色合いのラシーンが登場して。うん、いきなりね。そうそう。で、サイドが、あの、よく昔のアメリカ映画でに出てくるような、あの、うん、サイドがあの木目の色になってる車、よくあるじゃないですか。<laughs> あれのフェイントなんですよね。あ,<ー> <laughs> あれは、これかっこいいなと思う。<laughs> まあ、それだけ言ってわけじゃないですけど、<laughs> このビデオも、今見たら、5、うん、5何万回、 もう視聴されてるんですね。すごいですね。おそらく、うん、あの、今のところのセロの代表曲の一つなんでしょうね。ああ、なるほど。7年前、ええー、放ったビデオ、557万回視聴ってやっぱすごいですね。すごいですね。哲学の劇場なんて1000回ぐらいですからね。うん。う比べたら逆にも先方に失礼ですけど。あ、はあ、い。 まあでもね、本数がねまあ手伝いかと思うんでまあ槙野、まあのようにいつも出してますから。というわけでえー、っと折々の言葉と高木翔平さんの書評と。で、ねはい、まだいくつか実はもう観光してえー、っと92か月以上経つんですけど、うん、なんかまだまだあってえー、っと近々はい。えー 慶應義塾出版会があ違うどこだったあの三田評論っていう、うん、あの、うん、慶應義塾系の評論誌、はい、あれに執筆ノートっていうコーナーがあってね<ー>であのまあ編集部が目をつけた本の著者が、うん、まあ、執筆ノートという題で本の執筆について書くっていうコーナーなんですけど<ー>それで哲学の門前の執筆ノートを書きました なので、えっ、ー、と、まあ、近々それが公になると。うん、で、見た評論はね、なんかウェブでも読めるので、<ー>えっと、執筆ノートもいずれウェブで読めるようになりますので、<あ>はい。はい、そうなったらツイッターでまたご紹介します。はい。いあとですね、はいえー、ブルータスという雑誌がありますね。<の>はい、ブルータスが、 あのまあこれまだ詳しく言っちゃいけないんでしょうけど、ええ、なんか読書特集みたいなのをするそうで、うん、その中の1コーナーとして、えええっと門前書特集みたいなの見開き2ページで、うんうん、あの、まあ、哲学の門前が門前なので、ええ、あの入門書ならぬ門前書の特集を、うん、について語ろうっていうあのコーナーを設けてくれてす、うん、らしい、はい、これにあの お馴染み山本隆光くんと私が対談しながら門前症について語ると。ああ<ー>。あの、昨日、えっと、収録してきました。ああ、そうなんですね。うん、お疲れ様でした。いえいえ。あの、それ、まあも、めちゃめちゃ楽な仕事です。こいつなんて <laughs> 山本くんとの対談なんて <laughs>。<laughs> もうこれで食えるんだったらそれだけで食っていきたいぐらいですけどまあそうもいかないっていう <laughs> ああでもまあ見開き2ページでだからね、うん、それなりに分量もそうですねで山本君とまあ5冊ぐらいずつ、うん、あの門前の書っていったらどんなものかなっていうことでうん、うん、でまあちょっとね、えー、蔵出しすると、うんえっと、私が選んだのは <A> ええとえっと,、えーっと 何から行こうな。あの、えー、本を読む本っていうね、講談社学術文庫に入ってる、ドーレンたちが書いたやつと、はい、これが、あ、ちょっと、じゃあ最初からちょっと説明すると、私は、えー、あの、どんな人でも、うん、大天才でも、普通の私のような凡人でも、何、うん、かの専門家でも、うん、何の専門家でもない人でも、うん、みんな、 門前の小僧みたいにならなきゃいけない、ならざるを得ないような、うんあの、基本的すぎる事柄っていうのがいくつかあると思ってるんですよ、人生において。うん、<laughs> で、あの、まあそれで、まあ別にそれが原理的にそれだけだって言うつもりはないんですけど、ええ、私の中では、まず倫理、はい、道徳。うんえ倫理と、あとユーモア。うん、うん、あと読み書き。うん で、あの、あとは、学ぶこと、んあの、独学。はい、うん。この、まあ、5つっていうのが、まあ、読み書きを読みと書きに分けたら、5つになるんで、ええー。まあ、あの、我々が、ま、門前の小僧にならざるを得ない領域だと。ああ<ー>。で、それぞれについて、まあ、1冊ずつ、えー、っと、紹介、えー、っと、したと。うんうんうん。で、えー、っと、 倫理については、えあの、普段使いの倫理学。あ<ー>あー。えー、っと、あとね、えー、ユーモアについては、ユーモアは,、はい、は最強の武器であるっていう、あの、最近、えー、っと、東洋経済新報社から出た、これ面白い本で、あの、スタンフォード大学のビジネススクールでそういう講座があって、ええー。 えっと、ユーモア・シリアス・ビジネスっていう名前の科目があるらしいんですね。へえ<ー>、うん。あの、その、えっと、担当教員二人の女性が、あの、書いてます性うん。あ<ー>めちゃくちゃ面白いです。うん、えー、すええ、スタンフォードでしたっけうん、スタンフォード。うん、えぇ、ー、あとが、よれは、なんていうか、うん、その、あ、あの、話を。なんですかいいいです、いいです。<の> 出したとすいませで,、うん、でその本面白そうですけどその講座は最近始まったような感じですか昔からやったのいや最近です。いわゆる行動科学の調査や実験をもとにしててすごい広範な、まあ、量的質的なあの調査をもとにしたもので、うん、だから本当に数年前ぐらいからだと思いますね。 おでその、まあ、何かいわ,いわゆるその、まあ、ビジネスパーソンのそのまあえー、たしなみのいくつかあるうちの一つに、えー、これが入るとまあちょっと何ていうか、あのー、何かが、まあ、<laughs> ビジネスの成功につながるっていう,こう何かしら定量的なものがあってそれをもとになんかこう科学的にもあのー。 データを出したりしながら話すという感じですか。そうです。あ,<ー>あのまあ、あの。まあ、主にあの。ウェルビーングとか。うん、あと組織論。ええうん、あのチーム作り。まあ、はい、それに。のでユーモアっていうのはまあ大事だよという、まあ、我々が何千年も前から知っていることなんですけど。まあ、それをある程度方法化して。うん、で。 あのプロ級のコメディアになる必要はないわけですよ。へえ面白いですね。で、うんうん、そうですねこれは。あと書きの方ではええ<っ>と安田峰俊さん中国関係の本でたくさん書かれてるライターさんの「みんなのユニバーサル文章術」っていう本をご紹介しました。 提唱してて読んで字のごとしでユニバーサルデザインの食器とか家具みたいにどんな人でも理解できる日本語。変に凝ったりしないである程度例えば中学生ぐらいのリテラシーがあれば理解できるような日本語を書こうっていう。なるほど。おっしゃる通りだと思うんですけどね。これ個人的な好みですけど私も うん、あのめちゃめちゃ個性的な文章って全然書きたいと思わないんですよむしろすごくそれが嫌で、うん、できる限りプレーンなにあの言葉でて、うん、らいのないけれ、うんみの,のない寺らいのない、うん、あの文章が好きなのでできてるかどうかは全く別ですよの、うん、なのでそのスタンスには非常に共感しましてなるほど これも気になりますね。ねうん。あの、ビジネスメールの書き方とか、うんうん、あの、そういうのも書いてあります。うん,うんうん。で、お世話になりますに、すごく言いたいことがあって、安田さんは。<laughs> う,んう,んうん。お世話になりますのところだけで何十ページも費やしてて笑ったり <laughs> <laughs> 一度もお世話もしたことない。うん、そうそうそう。うん。で、最後の、うん、最後の学びについては、はい これはまあ,<え>あの、皆さんご存知、読書猿さんの独学大全を挙げる。ああ<ー>、うん。そんな感じで。なるほど。こ、はい、れはぜひ、ね。はい。というわけで、えー、っと、12月の、えー、観光の、えー、ブルータスに、はい。はい。あの、門前書について語る記事が出ると。はい、うん。はい。これ、はい、は楽しみですね。はい で、最後が、これまだ何も決まってないんですけど、あの収録もこれからなんですけど、リアルサウンドっていうすごくちゃんとした情報サイト、はい、あそこからインタビューの依頼を受けてまして、はいあまあ、哲学の門前を出してどうだったみたいな系の話になると思うんですけど、うんはい、来週、えっと、インタビュー受けてきますんで、それはウェブなので<あ>あの、ひょっとしたらブルータスよりも早いかもしれないですね。そうですね。うん

あのサボールの前あたりの路地であのロザリオとミロンガの間の路地ですねああ,、はい、あそうですね、はい、そっかあれがあれそうですね、うん、リアルサウンドリアルサウンドってすごくねあの一体どうやってそれを賄ってるのかちょっと失礼ながら不安になるぐらいね <laughs> すごいちゃんと作ってくれるんですよねうんカメラマンも来て 文字起こしもすごいちゃんとああリアルサウンドってちょっと私もあまりよく知らないのにのでもうもう関係者の方がたら知てるかもしれないですけど昔なんかそういうあなんかウェブ上のなんかサ,、あのー、サービスとかなんかなかったでしたっけリアルサウンドって。音音楽 配信系違うか。リアルさん。サウンドハウンドじゃなくて <laughs> あ違いますね。ねあ、違うな。違いますね。全然関係ないですね。でも、どっかで何か、どっかで何かを見たような、宮台さんがどうのとか。まあ、でも、ちょっとそういう系統の方々の記事とかも出たりする感じ、うん、すごい、幅広い。あのうんうん 映画も音楽も、うんうん、テックあの、テクノロジー系も、うんうん、あと本。うん、まあ、うん私は多分このブックカテゴリーで出ると思うんですけど。うんなるほど。はい、それは楽しみですね、はい。私からはこれくらいなんですけど、なんか、泉さん、なんかネタありますか、はい、私からの、えー、ネタは、えー、特に <laughs>、ないんですけど、はい、あのー、 まあそのリアルサウンドの話を聞いて。あちょっと待ってくださいね。はいはい。あの時間が押し迫ってきたのであれですけど、えと55分ぐらいには終わろうと思ってます。はいで、50分ぐらいになったら、の今日お話したご案内、あの私実は新刊もあるので、それ始めますので、まあと5、6分。はいで、その間、あの 泉さんと私で喋っていますので、もし何か手挙げたい人があれば、手挙げてください。はい。そうですね。ぜひ。はい。では、いさんどうぞ。ああ、はいはい、どうも。いや、あのー、まあ、あ気になってることって、ま、あ、言うと、えー、いくつかあるというと、今のリアルサウンドのでも思い出したんですけど、はい。あのー、リアルサウンドの時の、そのね、み 神保町の写真ね、なんかかっこいいなと思ったんですよね。うん、あの、まあそういう言い方してですけど。うん、で、でもなんかね、いつも吉川さんはいろんなとこ、媒体とか出るときのね、写真、まあ、週刊文春の、えー、ね、読書日記のときの写真とかも、あんまりこの、笑顔をね、笑顔で、えー、は出さない。 よよううな気がすするんんですよねはいうーんそれは何か理由はあるんですかねあのポリシーというかないですあの<何>、うん、ないんですえっとこれはすごい簡単で、うん、あの写真に笑顔で写るような習慣が私には、ま、一切なくてあ<ー>あのだから特にポリシーそのコアモテのキャラで売っていこうとか、うん、あのそういうポリシーがあるわけじゃなくて カメラの,あのレンズの前で笑うっていう習慣が一切ないので笑いと言われてもうまく笑えないんですね<ー>で結果としてそういう写真になるっていう、ね、そうなんだけのそういう習慣っていうのはその子供の頃からそうその、ね、写真撮る見なとかっていう昔はもっとアナログな写真でしたけど、うん、あのそこでなんかにっこり笑ったりチーズとかピースとかなんかそういうのはなく。まあ、ピースぐらいはした と思うんですけど、あのこれ私そんな特殊じゃないと思うんですけど、あの芸能人みたいに笑えないですよ。うあ、なるほど。まあまあでもそういうそのそう。あの人前に出るし、あの習慣も仕事もしてないのでしてなかったので、あの単にその素敵な笑顔。何度などあのカメラの前でできないっていう。あの非常にそれだけの簡単な。 んら,何らあの私だって素敵な笑顔できるんだったら別にしてもやぶさがりはないんですけど <laughs> いやいやまああのうんで、ね、できるとはあのね、うん、たまりたまりっていうかうまく笑えた時はそれは映ってると思います、うん、ああ<ー>、うん、別にそれで私のブランディングをあの意識的にコントロールしてるわけではないです <laughs>、ね、あそうなんですね、うん、なんかそのほら写真カメラマンの方って「ああち,ちょっと吉川さんちょっと笑ってください」とかって言いそうですけど ああんままそういう、い、まあ、リクエストもあんまないですかいや、もちろんありますけどうん、うん、採用されるのはご覧のとおりの写真なのであということなんです、ね、そういうことなんですうん,うんまあこれはね全然普通にあることだと思いますけどね、うん、あ<ー>その物書きとかそのうん、うん、そういうその人前そのなんていうか人前で写るのがあの 通常じゃない人間にはよくあることだと思うんですけど、ねうん、あ、うん、じゃあまああのあ,あえてっていうかポリシーでねあの俺はもう笑笑,笑顔はしたくないっていうのでもないんですよね。っていうのもそのまだ話しても大丈夫かもしれないですけどあの哲学の劇場の YouTube のね、うんうん、あのンターの あのオープニングもすごい地味っていうと、うん、失礼ですけどあの音がこうあれが鳴って「こんばんは」<laughs> ちょっとあの声がいつもに増して声が暗い感じがするんですよね、うんあの山。山本さんもそうなんですけど吉川さんも「うん、吉川博光です」うん、みたいな。 うん、今言われて初めて気づい、思ったんですけど、<ー>全く意識してなかったですね。そうか。で、ねうん、本人にとっては、まあ、それが普通でやってる。はい。だから、あの、えっと、だから逆に、うん、あの、なんていうの、すごい、キャピキャピのノリでやろうとも思ってないので、結果的にいつもの対象になる。 なるほどまあじゃあそれもオープニングは俺たちは地味でいこうとか言ったわけではな,ないです今あの言われてて初めてそんなこと考えました <laughs> いやなんかね、まあ、聞きづらいっていうほどの話でもないけどなんかまあ,あのなんかポリシーがあったりするのかもと思いながら。いやというのもねその今回あの哲学の劇場 YouTube で少しずつやっぱりその登録者数も増えてますけど。 あってね、い,いろんな人にっていうかまあ多分進めるじゃないですか、はい、けどあのやっぱりそのオープニングが結構その地味だからちょっとねあの <laughs> なんかあの最近の YouTube 動画編集のテクノロジーもどんどん進化してますからなんか派手な「ね、あのどうも」みたいなのがね 多いまあ、そんなういろんな YouTube の番組ってないかわかんないですけどなんかそのキャピキャピでもないですけどお,お,お客様にその掴みはとりあえず笑顔でいこうというようなあのものが多い中ですごい硬派なあの導入っていうかそういうものですというふうにたまにね口、口、<laughs> あの,あの事前にねあの 地蔵したりとかして、<laughs> そんなこと必要ですかね。いや今生まれて初めて思ったんですけど、<laughs> ね、そんなことしていいことが我々にありますかって思う。<laughs> う確かにそれをね、吉川さんと山本さんがなんかどうも、いや全然でってけてなんかそのね、うん、音楽をこのバック鳴らしてするとちょっと逆に、うん、<ー>なんか<が>逆にいいことない気がするんです。そうですねなんか。<laughs> この人にはがっかかりだよと思われちゃうなんていうようなことをねくだらない話ですけどまあいつもでもそれをずっと聞いてる人は逆にすごいやっぱ安心するのいやうんあのんていうかあんまり負担になりたくないので負担じゃないですかだからバラエティーとかもたまに見るともうめっちゃ負担なのでああそうですね 自分が普段やんなようなことをやるようなことをしてるとまあ長くは続かないっていうかやんなってきちゃうまあでもありがとうございます初めて思いました初めてそのことに意識していきなりねそれでんかやっぱりあれがオープニング変わったりするとちょっとあれだからまああ変わらないのでご安心くださいだからあのすごくいつもあのもちろんね YouTube の規約が変わって うん、一言目に、どうもーって言わなきゃ、<laughs> あの、アカウントバンされるって言われたら、やるかもしんないですけど、あ<ー>まあ、<laughs> <laughs> そうでない限りは <laughs>。<laughs> ねえ、うーん、と思いますね、はい。ありがとうございます。他に何かありますか、<ー>まだ。うーん。そうですね。そんな話をしてしまいましたけど、あとね、なんか、 あのー、まあ門前出してえー、っとまあもう3ヶ月ぐらいになりますが、うん、ねあの、まあ、日経とか産経新聞とかには手表出たんですけどもうちょっとねあの朝日読売どちらか欲しいなと思いながらまだねあの諦めなくてもいいかなっていうほどで。 今週末も次の週末もまだだめでしたけどまあね朝日読売に出ると違いますからねそうですね朝日に出るかなと思ってたんですけどね毎日新聞でも書評によればねあの影響力ありますからねまあまあでもなんかあの、こんなこと言ったら泉さんに申し訳ないですけどまあ、なるようにしかならないじゃないですかで あのちょっと思ったんだけどえっと理不尽な進化の時は<っ>養老たけしさんの書評がものすごく、うん、あのなんとかいインパクトがあってっでその後カルタニコウジンさんとか、うん、あのなんか驚くようなことがたくさんあって、うん、で決め手は一世尾形さんが<ー>いつか絶滅生物の 役ををししててみみたいみたいいなことをおっしゃっゃ、うん、まああのすごいまあ私の中ではまあ養老さんと一世尾形さんっていうのが、うん、あの強く印象に残ってるんですけどあ<ー>あ今回の「哲学の門前は」は、うん、あの鈴木すずみさんと、うん、あのさっきお話しした「セロ」の高木翔平さんで、うんうん、もうあの十分かなって。<laughs> ああ、でもね、そう、すごい、まあ、そうね、僕も、高城さんのもすごくよ、よかったし、鈴木鈴美さんのね、よかったですよね。あ,あじゃあちょっと鈴木鈴美さんの書評もちょっとあれしときますね。はい。ゆヤフーにも転載される、うん、ヤフーにも転載されてるんでね。ブック版。あのー、女が三人集まって、例えば、 ある特定の男について評する時哲学的というのは必ずしも褒め言葉ではないというイントロがいいですよねいやー怖いですねうん、はい、あの非常にこれは嬉しかったですねうんそうですねちょっと待ってくださいねもうすぐ出ますんでねああったあった 千須さんの、はい。というわけであの、まあ、今後もいろいろ続きますと。ああと最後にあの、はい、新しい本出ました。文庫版で、えー、人間の解剖は猿の解剖のための鍵である「ウ庫審判」っていうのが昨日発売で。 ま、うんえー、文庫から出まして、はい、でこの本なんですけど、まあ、変なタイトルの本なんですけどあの哲学の門前の真ん中に、えーっとえー、幕あいっていうのがあって、うん、加藤紀弘さんのこととか書いてるんですけど、はい、あのここにあの人間の解剖は猿の解剖のための限りであるについてもいたくさん書いていて、うん、ですのであの、まあ、よかったらあの哲学の門前と、えー、人間の解剖の 猿の解剖のための鍵である増進版をまあ合わせて読んでいただけると、うん、えいいかなと思いますそうですね、うん、おめでとうございますいえいえありがとうございます、えー、あの解説をね、うん、社会学者の大沢雅史さんが書いてくれて、うん、であのこれがですねあの非常にもったいない解説で、うん、あの なんか読んで。うん、あ、もう、私死ぬのかなって思いましたね。<laughs> <laughs> <laughs> もう、あと、死ぬしかないのかなぐらいに、思ったぐらい、大変ありがたい。嬉しい、はい、あの、解説を。うん、お、いいですね。すごく、的確に。捉えてらっしゃるというか。うん。うん すごくあの充実した本で512ページだから結構ね文庫では厚い方ですけどまあだからちょっとね値段も円です、ね、税これねあの何<ん>ていうか最近ね文庫も高くて「<ん>高い高い」っていう声が<ん>ツイッターなんかでもあふれてますけど<ん>まず一つ一般的な話として言いたいのは別に高くないっていうの一つね。<ん> <laughs> あのこの本の内容を自分で調べようと思ったらどんだけ <laughs> <laughs> っていうのが一般的な話が一つと、うん、もう一個、えっと、私の本のアドバンテージがもしあるとすると、うん、あの内容以外でねくま<え>文庫って学芸文庫じゃないので、うん、安いんですよね。あレ<ー>フジナシンカも税抜き1,200円。 で、うん、今回の本も税抜き1200円で、500ページ超えたら普通、学芸文庫に入ると1700円ぐらいになると思うんですけど、うん、<laughs> まあ、安いですよっていうですね。<laughs> はい、なるほど。うん、なんか、いつだったか笑ったのが、アマゾンレビューの理不尽な進化の、ちくま文庫版のレビューで、なんでこれは学芸文庫じゃないのかとか言って怒ってる人がいて、 <laughs> 変なとこに怒るなと思って <laughs> 学。<laughs> 学芸じゃないからしょうがないじゃんって思ったんですけど <laughs>。なるほど、ねうん。いやでもね、あの、また今年は文庫も出て、はい、嬉しいですね。はいお疲れ ありがとうございます。というわけで、えっと、まあ、私、えっと、10時から、えっと、収録始まっちゃうんで、<っ>そろそろお別れになりますが、えっと、最後にもう一回だけ、えっと、告知のお話すると、えっと、はい、右下に会話のアイコンがあります。えっと、これ、ツイッタースペースの方で、あの、のみで申し訳ないんですけど、で、ここを見ていただくと、えー、哲学の門前や、えー、 人間の解剖、は猿の解剖のための鍵であるなどへのリンクがありますので、もしよかったらご覧くださいと。で、途中から参加してくださった方は、えっと、リプレイで、あの最初の、えっと、方の朗読とかも、えっと、お聞きになりますので、よろしくお願いします。で、その他、えー、お知らせなんかは私の Twitter アカウントから行いますので、えっと、よかったらご覧ください。でね、今ね、ちょっとね、あの、 聞いてくださってる、あの、ルチアさんっていう方がですね、はい、あの、猫ちゃんとか映しておけばって書いてくださって、あの、哲学の劇場の、あの暗さを紛らわせるためにね <laughs> あの、ちょっと言われて、あ、ちょっとね、猫ちゃんじゃなくてもないけど、ちょっと思いついたことがあるので、うん、それで、あの、ちょっとね、今日の収録で試してみようかな。なので、え,ー、<laughs> えっと、ひょっとしたら、えー、今週金曜日の午後5時に、 公開されれるる哲学の劇場で普段と違うオープニングがご覧にるかもしれませんちょっとね今までそんなこと考えたこともなかったけどえっと泉さんのご指摘とあとルチアさんのご提案でちょっとあのはちょっと思っあのや,やってみようと思ったことが <laughs> あるので <laughs> ちょっと10分後ぐらいからこれからもう収録始まりますけどす、ね、ちょっと試してみようかな。あの まあ、無理しないでください。<laughs> は,いはいはい、あのもちろんあのできないことはできないので、<laughs> はい、あの無理しようがないのであのご安心ください。はい。はい、というわけで、えーはい、過ぎてしまいましたね。はい。はい、あのこんな時間までどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい